ポートレート、オイルオンキャンバス、オブサイユベデールプライス、ファーストベレルネット、バイサー、トーマス・ローレンス、76.2X63.5 センチメートルユーブドールプライス卿、初代順段尺は、ピクチャレスクロン、数高飛びと比較しての著者である。1790年代のピクチャレスクロン層の中心人物であり、ヘレフォードシャーの地主であった。 BBC プリナオンシングディクショナリーオブブリティッシュ、ネームズの発音表記では、ファーストネームは、ユーブデール。日本語表記としては、ウベデール・プライスとすることもある。素人芸術家であった、ロバート・プライスとその妻サラ・バーミントンの長男として、生まれる。サラ・バーミントンは、第一子尺ジョン・シュート・バーミントンの娘であった。イートンとオックスフォードのクライスト・チャーチで教育を受けた、後、 フォックスリーの土地を1768年に相続するが、これは1761年に父が没し、1764年に祖父のユーブドール・トムキンス・プライスが没した数年後のことであった。若い頃のプライスは、ロンドンシーンで当大のマカロニ男と一時期票されたこともあったものの、ティアカーネルの第一伯爵、ジョージ・カーペントナーの末女である、 キャロライン・カーペント・ナートの結婚と相続の後、フォックス・リーに落ち着き、領地とランドスケープ理論の発展や、同じく議論の多かった古典言語の発音の問題に取り組んだのであった。1793年には、ヘレフォード・シャー長官、1828年2月28日には、巡弾尺となる。生涯を通して、ジョージ・バーモント卿とその妻、 マーガレット・バーモントとの文通によって悲劇される。他方では、チャールズ・ジェームズ・フォックスの生涯変わらぬ友人であり、ウィリアム・ワーズワースの知人であり、晩年には、エリザベス・バーネット・ブラウニングの文通者でもあった。著作をギリシャ語とラテン語で出版した後、1829年没。ただ一人の息子ロバートは、第二巡男尺を受け継ぐ。プライスの ピクチャレスク論と同じ年に出版された風景という詩の著者であり、隣人でもあったリチャード・ペイン・ナイトと共にその考えを発展させたピクチャレスクを風景理論として描いたのである。プライスの論文やナイトの詩のはるか前にしかしながらピクチャレスクは18世紀初頭のフランスにおいて画家のスタイルにおいてという意味で用いられており、アレクサンダー・ポープは1712年の カーリルへの書簡において、これを英語圏に持ち込んだのだった。バージェットの文学研究で、美と崇高と総例とは異なる特質であると定義される前には、英語圏の著作者によって様々な意味においてこれは用いられていたのである。プライスにとって、ピクチャレスクとは美と崇高の間に位置するより特定的なものとして定義された。実践的な適用においてはこれは古い子たちや、 でこぼこ道、質感のある坂道などで、ランスロット、ケーパビリティ、ブラウンの風景とは対極にあるものであり、ブラウンの風景が捨て去ったものでもあると言える。プライスは、古典的で、シンメトリーな、美という概念にもことを唱え、自然のあまり形式主義的でなく、非シンメトリー的な特質についても論じている。プライスの論は、芸術や文学の領域でも論じられ、 例えば、ジェーン・オースティングの、ノセンジャー修道院では、パロディ化された。プライスは、補強材料を付加しながら、ピクチャレスクローンを、たびたび重版し、ハンフリー・レプトンのランドスケープをめぐって、公的な議論へと入っていく。プライス、ユベデール、ディクショナリー・オブ・ナショナル・バイオグラフィー、ロンドン、スミス、エルダー &CEO、1885,900。ありがとうございます。